はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学33日目やっていきましょう。ということで今日のテーマはですね、こちらですね、嫉妬から学ぶということです。まあ嫉妬っていうと特にラブラブなカップル間でよくありそうなお話ですよね。で、まあ彼氏とかあるいは彼女が自分じゃない他の異性に目を取られてたとしたら、やばいとか何よとかなんだよって思ってしまいますよね。で、そこで、まあ、もっと魅力的にやろうなろうとか釘付けにしてやろうとかですね、一生懸命に相手からの愛情をもらおうと頑張る、これだったらいいと思うんですよ。ところが時々やっぱり方向性を間違えてしまって相手を傷つけてほんまにやばいことになってしまうっていうこともあり得てしまうんで、まあ、そこは注意をしてくださいということなんですね。で、他にも例えば、まあ、スポーツとかね、仕事とかでも、まあ、自分の方がうまくできるとか思ってたけど、まあ、自分よりもうまくできる人とか優れているなっていう点を見ると、まあ、ついついクソーとかすげーなーって嫉妬するケースってあると思うんですよ。で、僕自身は、まあ、筋トレの話を時々したりしますけど、まあ、ベンチプレスが、まあ、90キロ上がるんですね、一応。で、ところがやっぱりジムに通ってると100キロ以上とかを軽々と上げてる人とかいるんですよ。もう90キロをウォーミングアップでこう10回15回上げてから100キロ120キロとか、もう下手したらバー曲がってるやんっていうような重さを上げてる人とかも軽々といるんですよね。そういう人たちを見てめっちゃ嫉妬するんですよ。この人たちどんだけ鍛えてんの、何年鍛えてんの、1日何時間鍛えてんのって。で、まあ、昨年末にねジムは辞めたんですけど、まあ、いつか絶対100キロ上げたんねんっていう夢をこうちょっと僕は見つつですね、今家でまあ地道に自重トレーニングを続けてます。まあ、自重トレーニングとね重量上げるのトレーニングってまた違うんで、まあ、ちょっと100キロ上げるにはまた90キロを再び上げられるようにってトレーニングから始めなくちゃいけなかったりするんですけどね。はい、ということで今日は嫉妬をマイナスではなくってプラスに働かせるっていくためにも、自己分析も兼ねたワークを紹介していこうと思います。はい、でですね、とあるコンサルタントのお話ということなんですが、まあ、これはですね著者のお話なんですけど、著者っていうのはこのハーバード心理学の元を書いている人ですね、の著者のお話なんですけど、ある会社の CEO からですね、そのコンサルタントがリーダーシップに関するセミナーの依頼を受けました。で、友人にそのリーダーシップに関する分野の専門家っていうのがいましたんで、まあ、一緒にやろうよっていうふうに声をかけたんですね。そしたら、まあ、セミナーの計画を一緒に練ったりとか、どっちがどの講義するっていうふうに順番を決めたりとかして、いろいろと、段取りを決めてから当日を迎えたわけなんですよ。ところがですね、その友人の立ち居振る舞いですね、講義をしている姿があまりにも雄弁でめちゃめちゃかっこよくて魅力的だったんですよ。だから友人に依頼をしたことっていうのを後悔したんですね、まあ、つまり嫉妬してしまったっていうことなんですよ。で、嫉妬を感じる自分にイライラしてしまって、ついにですね3日ほど眠れなくなってしまったっていう現象も起こっちゃったっていう話なんですわ。で、ついに我慢できなくなって友人に、ちょ、もうあかんねん、お前かっこよすぎんねん、なんとかなれへんかって言って打ち上げてみたんですよね、本心を。そうすると、なんと友人もまたそのコンサルタントの話す姿とか立ち居振る舞いとか聴衆の反応とかを見て嫉妬してたっていう、お互い嫉妬していたっていうことだったんですね。で、本音を打ち明けた後にはお互い、こういうミスをね本番中にやるとちょっと大変なことになる。どこ行った？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 あ、そうか、こうやって戻ればいいんだ。ほい。すいませんね、本番中に。こういうこともご愛嬌ということで、はい。で、お互いに嫉妬の中身を話し合ったことで、まあ、心が軽くなったんですよね。で、結論としては、嫉妬っていうのは、まあ、自然な感情で避けることって難しいよねっていうことが二人の出した結論だったんですね。はい。なので、まあ、もしも嫉妬してしまったとしたら、その嫉妬自体っていうのを、まあ、受け入れるのかな、あ、今自分って嫉妬してるなっていうのか、それとも、いや、嫉妬なんかしてないっていうふうに拒絶をしてしまうのか、で、嫉妬することを我慢してしまうのか、まあ、認めるのかっていうのを選ぶことが重要ですっていうことなんですよ。で、嫉妬を受け入れることができれば、どうすれば
もっと話を上手にすることができるのかとか、もっと自分を魅力的にするにはどうしたらいい、何をすればいいんやっていう学ぼうとする姿勢が生まれてくるんですね。一方で嫉妬を受け入れることができなければ、もう嫉妬そのものの感情っていうのが膨れ上がっていくことによって、もう学ぼうとするんじゃなくて、どうやったら相手を陥れられるかなと、どうやったら相手をあいつをかっこ悪いっていうふうに聴衆に思わせることができるのかっていう負の方向への行動を取ってしまうことになっちゃうんですね。なので、まあ、冒頭カップルのお話でいくと、まあ、嫉妬を受け入れることができれば、まあ、自分磨きですよね。もっと可愛くなろうとか、もっとかっこよくなろうっていうふうに自分を磨くことっていうのを考えるんですけど、まあ、受け入れることができなければ異性にこう目を取られる、彼氏彼女に嫌がらせをしたりとか、その異性としてね、あの魅力的だと思って目を奪ったその人のものを取ったりっていうような形で、相手に不快な思いをさせる行動っていうのを取り始めてしまいますよっていう結論になるんですよ。はい。でですね、人間っていうのはもうご存知の通り、感情ですよね。怒りとか悲しみとかそういうものと、あとは物事を考えるっていう理性でできてるんですよね。ちょっと待ってくださいね。はい。で、何かしらの感情を芽生えたら、その感情が芽生えた理由っていうのが必要になるんですよ。なんで怒ったの？とか、なんで悲しいの？なんで嬉しいの？っていうことですね。はい。で、感情に対する反応の原因っていうのを探っていって、その原因っていうのを認めることができなければ、まあ、結局自分が嫉妬するっていうのは、あいつが悪いんだっていう風に相手が悪いって思い込みがちになっちゃうんですよ。だから自分は悪くないって思い込むばかりに物を取ったり傷つけたりっていう結果になっちゃう。相手に不快な思いをさせることしかできなくなっちゃうんですよね。ということで、ワークに入っていく前に今日の問いかけになるんですけど、皆さんはですね、どんな時に相手に嫉妬って感じたことありますかね。例えば僕で言うと、筋トレでめちゃめちゃ体がゴツゴツな人とかに嫉妬しますよ。はい。で、その嫉妬の相手っていうのはどんな人ですかね。で、今もその嫉妬って感じますか。僕はありがたいことに、もうジムに通うこともなくなったんで、誰かと比べて筋トレをするっていうこともなくなった。まあそもそもね、筋トレって自分との戦いですから、比べるっていうことも必要はなかったんですけどね。本音を言うと、本当のことを言うと。で、その嫉妬っていうのは、自分を磨くことで変えることってできますかね。で、変えられるとしたら何しますかっていうことなんですよ。僕だっても体をとにかく限界まで追い込み続ける毎日っていうことですね。今日ちょっとやりすぎて股関節が痛いんですけどね。はい。で、妬みの対象を知るっていうことなんですよ、今日のワークっていうのは。で、心理学者のレオナルド・ニューマンっていう人がこんなこと言ってましてですね、自分の欠点を認めたくない場合、人は他者、相手方にも同じように欠点を見つけようとするっていうことなんですよ。何かっていうと、何かうまくいかないことがあれば人のせいにしたり、俺は悪くない、私は悪くないって思いたいものなんですよ。で、この考え方っていうのは深く根付いているものだったりするんですよね。仕事がうまくいかないのは上司が無茶な要求ばっかりしてくるとか、顧客が納期を早めるからとか、時間がもっとあれば、人が優しければ、上司がもっと良ければ、部下が賢ければっていう風にいろいろと人のせいにしたりするんですよね。まあそれは妬みじゃないかもしれないですけど。で、本日のワーク一体何かっていうと、あなた自身が嫉妬を感じた体験っていうのを5つリストアップしてみましょうと。例えばデートをしている時に彼氏がなんか綺麗な女性に目を奪われたとか、それから筋トレをしてて、自分よりもベンチプレス上げる人がいたとか、それから部活で自分よりも上手にプレーをする同級生がいるとかっていう風に5つ何かリストアップしてみてください。最近起こったことでもいいですし、強烈に記憶残っている学生時代の体験とか、会社での新入社員時代の体験とか、そういうものでも全然 OK です。で、その時の体験についてできるだけ詳細に思い出してください。で、それは誰に対しての嫉妬なのか、どんなことに対しての嫉妬なのか、そもそもなんで嫉妬したんですかっていうことを書いて、その時の正直な気持ちっていうのも添えてみてください。で、自分の気持ちっていうものを素直に表現してみることで、じゃあどうやったらその時の負の思いをせずに済んだかっていう
う解決策が浮かぶようになるんですね。あ、こんなことあったわ、あんなことあったわっていうリストアップをするだけじゃなくって、その時の自分のプラスだったのかマイナスだったのかっていう感情をきちっと書かないと解決策っていうのは浮かびませんので、残念ながら書き出している最中っていうのは怒りとか、まあ、悲しみとか込み上げてくるかもしれないんですけど、まあ、ぜひですね、その気持ちっていうのを手放していくために、まずはリストアップっていうところから始めていただけたらと思います。でね、本来であれば、じゃあその浮かんだものをどうやって解決していくんですかっていうところまで踏み込みたいところなんですけど、まずはリストアップしないことには始まりませんので、嫉妬した体験っていうのを5つですね、リストアップするっていうところからワークとして取り組んでみてください。ということで本日のワークですね。はい。起こった出来事を事実として認めることっていうのが、同じ過ちを繰り返さないための第一歩ですよね。反省は一回で済ませるようにしていくのが人生の近道だったりします。ですんで、あなたの嫉妬した体験っていうのが次の成長につながるためにもリストアップをしてみてください。ということで、それが次のステップに進むことを切に願っております。ということで本日の動画は以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。